はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ついにやってまいりました、断捨離をしていきたいと思います。と言いましても、何の断捨離をしていくかっていうとですね、私今までお洋服、こうトップスだったりパンツだったりアウターだったり着るものを結構断捨離したことはあったんですけど、今ねこちらいるのどこかお分かりでしょうか、玄関にいるんですけれども、本日はですね、シューズとかバッグだったりとか、ちょっと小物系の断捨離をそろそろしないとやばいということでやっていこうと思います。いやー、ついに来てしまいました。私いつも購入品とかでも大体バッグとか小物とかがあって、ついつい買ってしまうんですよ。バッグとか小物って流行りとかもうあんまりなかったりとかするので買いがちなんですよ。なのでもうね、すごいことになっているということで、今回は断捨離していこうと思います。まあ今これ12月の後半ら辺に撮ってるんですけど、年末も近いので、まあ、年末の大断捨離的な感じでやれたらいいなっていう感じですはい、ということで早速やっていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいと思います。でも今回その断捨離した靴たちなんですけど、事務所のね方、マネージャーさん、元マネージャーさんの方が、まあ、足のサイズが同じくらいということで、マネージャーさんが履きそうかなっていうやつはマネージャーさんに送りたいと思ってます。家族にいつも送ってたんですけど、靴はどうしても足のサイズとかがあったりとかして、私が25とか 24.5 とかはいつも履くんですけど、私以外の家族はみんな足が小さいので、いつもね大きいんですよ靴が。だからそう、マネージャーさんに送ろうかなっていうふうに思っております。はい、ではやっていきます。まずまあ見てもらうと、こんな感じで入ってはいるんですけど、入りきってない靴たちが下にバーってあるんですね。今見えてるかしら、なんかこう下の方とかに入りきってない靴たちがあるんですね。でまあここはなんとなくスニーカーゾーンって感じで入ってるんですけど、まあぎっしり入ってて、こっちもね結構こんな感じでキュンキュンに入ってしまってるので、ちょっと靴たちがかわいそうな感じになっちゃってて、そう、そろそろやらないとと思って、こっちもねこんな感じで入っております。はい、なので今から頑張って断捨離をしていきます。段ボールにね今回も入れていこうと思っております。これ映るんかな。はい、では早速やっていきましょう。じゃあまずこっち側からいこうかな。こっち側は結構ね詰め込んじゃってるんですよね。そうだからここら辺も整理したいなってずっと思ってたんですが、なんかサンダル系多いですねこっちは。なんか今やっぱ冬だから夏のものを断捨離するのってすごい難しいんですよね。もしかしたら履くかもと思っちゃうんですけど、でもこれは履かないかな。私は今年の夏もあんまり履かなかった気がするので、これはちょっと断捨離します。あー、あとこれね、でもこれは可愛いんだよな。あんまり履いてはないんですけど、たまにパッて履きたくなる時があるので、これを残しておく。レースアップになるシューズなんですよ。なんかパンツとかを巻き込んでレースアップにすると可愛くて気に入ってます。あ、これザラの靴なんですけど、これは結構履いたので多分来年も履く気がします。ここら辺も、ザラのヒールですね。ここら辺も履きますね。これはね私あんまり履いてないんですよ、このヒール。なのでこれもちょっと断捨離しよう。ありがとう。なんかこういう系多いな、スリッパ系のサンダル。これもねあんまり履いていないので、これもちょっと断捨離したいと思います。あ、意外といけるかもしれない。私毎回こうなるんですけどね最初。あ、これも履かないかな。なんか私言うてサンダル結構買っちゃったりするんですけど、あんまり履かないですよね夏だから結構いつもスニーカーが多くてサンダルあんまり履かないので、これもちょっと断捨離してみようかな。あ、でもこれは結構履きますね。これはなんかパッて外出たい時とかにささって履けて楽なので、これは結構履いてる。ただ残しておく。あ、これは履きますね。ペタンコのリカンみたいなやつ。あ、ここら辺はもう私履かないな。履かないし、これはもうちょっとここがめくれちゃっているので、これはもうさらばしようかな。ありがとう。これは履きますね。ホワイトのミュールみたいなやつ。これもね結構好きなんですけど、このロングブーツも。ただこれがねちょっとわかるかな、なんかペラペラって剥がれてきちゃってたりするので、これもちょっとおさらばということで。ありがとう。このブーツはね可愛いんですよ。これいろんな素材が使われてて、ソールのところが木目になってるのがめちゃくちゃ可愛いんですよね。これは取っておきましょう。
このブーツ私は履かないかな。もうマーチンとかもあるので、これはもうちょっと履かないかも。ここら辺はまだ履くかな。オックスフォード、これめっちゃ履いたな、このシルバーのオックスフォード。でも可愛いんだよな、これ。これもねすごい気に入ってるんですよ。ここら辺まだ履くかな。これも可愛いんですよ。これまだね今年の秋ぐらいに買って、ちょっともう寒くなっちゃったんでね履けてないんですけど、でもめっちゃ可愛くてこれは履きます。あとこれね、私なんかピンヒールとか全然履かないんですけど、ピンヒール履いてみたいなと思って買ったはいいんですけど、結局履いていないので、これもちょっと断捨離したいと思います。ここら辺のローファーたちはいりますね、履く。これもすごい可愛いんですよ。ワンのやつ、アレキサンダーワンのサンダルなんですけど、これめっちゃスリムで可愛くて、ただね履き慣れてないので、ここが柔らかそうに見えてちょっと固めなので、ちょっと靴擦れを切るからあんまり履けてないんですけど、これは結構気に入ってるのでこれも取っておきます。靴箱ってどうやって入れたらいいんだろう、難しい。これは前動画でも紹介したやつですね。自分のご褒美に買ったシューズです。これは絶対にいる。これは絶対にいります。よし、では一番端っこできたので、続いてこの真ん中スニーカーゾーンに移りたいと思います。スニーカーは多分本当に難しいんだよな。頑張ります。でも頑張ろう。まずもうすでに難しいんですけど、コンバースがここら辺に入ってるんですけど、コンバースはね多分履くんですよ。どう考えても他を断捨離できたらなっていう感じなんですが、あーでもここら辺はもういいかな。白スニーカーとかこれは結構もう履いたので、これはおさらばしたいと思います。ありがとう。この靴も結構履きましたね、私気に入って。これもちょっとおさらばしたいと思います。ありがとう。あとこの靴はプーマのやつなんですけど、なんかリボンがねこの感じでなってて可愛いんですけど、これ私あんまり履いてないので、これもちょっとおさらばしたいと思います。ありがとうっていう感じかしらっていう感じかしら。あんまりスニーカーちょっとできなかったんですけど、これによってスニーカーを入れることができますね。あ、でも全部はちょっと無理だけど、ちょっとは中に入れることができました。あ、スッキリした。よし、私的には結構スッキリしてきたここは結構ブーツ系が多かったりするかな。あ、これはもう履かないかな。履かないので、これもおさらばします。ありがとう。これフォーエバーのやつなんですよ。今は亡きフォーエバー。懐かしい。この靴ももう履かないですね。この白スニーカー、これももう履かないので、これもおさらばします。ありがとう。これも履かないか。おさらばで。ありがとう。ということで、ちょっと後日になってしまったんですけれども、こちらバックゾーンにやっていただきましたバックゾーンにやってまいりました。ということでですね、バッグももう私すっごい増えてしまって、もうここだけじゃ入りきらないぐらい今ねあるんですけど、とりあえずここの中を今から断捨離していこうと思います。じゃあまず見ていただきましょう。オープン。じゃじゃん。本当にあの汚いのですいませんって感じなんですけど、入るところに詰めようっていう感じでやっちゃってて、バッグたちがねかわいそうになってしまっているんですけれども、こんな感じでぎっしりと詰まっております。それでは今から断捨離をしていきたいと思います。まあ、バッグとかは家族に渡そうかなっていう風に考えているので、もう使わないかなっていうバッグを今から分けていこうと思います。じゃあまず上からいこうかな。これは形とかデザインも可愛いし、結構ね私使ってました。なんかこんな感じで開くんですよ。ポーチみたいな感じで開くタイプのバッグで、そう四角形のバッグなんですけど、これはもう多分使わないので、これはおさらばします。ありがとう。あ、でこの PVC 素材のバッグたち、これはね多分使わないかな。一
一時期すごい流行ったじゃないですか、こういうバッグ。ただ今はあんまりこういうのを使わなくなったので、これもちょっとさらばしたいと思います。ありがとう。このバッグはなんかパソコンとか入れる時に使えるかなと思って買ったんですけど、私このサイズじゃないんですよ、パソコンよく考えたらこれに入りきらなくって、パソコンが大きくて、これもね全く使ってないので、これも断捨離します。このリュックもあったな、ベルシカのやつなんですけど、めちゃくちゃ使ってました、このリュック。でもこれももう使わないかな、リュック自体はあんまり使わなくなったので、これも断捨離します。すごいバッグ結構できるな、処理が。あ、これもちょっと大きめのバッグなんですけど、これももう使わないかな。そもそも私あんまり大きいバッグを使わないので、これも断捨離します。じゃあなんで買ったんだよって感じですよね。このリュックはあったので、あ、結構できた。上の段が見るかな、結構スカスカになりました。じゃあ次こっち、これはねもうめちゃくちゃ使ってるディーゼルのバッグ、これめっちゃ気に入ってます。意外と入るんですよ、サイズちっちゃめだけど。これもすごい使ってて、結構みんなからも質問よくもらうザラのバッグ。これはめっちゃ使ってた一時期。使わないかな、もう可愛いんですよこれで。しかもめっちゃなんかこうやって分割できるようになってるので、すごい使い勝手はいいんですけど、多分使わないのでこれもおさらばします。うわー、ありがとう。これ結構使ったな私。あー、でウエストポーチも買わないか。ウエストポーチ一時期すごい流行ったじゃないですか、これも。でももう最近はウエストポーチあんま使わないので、これもおさらばしたいと思います。これももう使わないかな、ちょっと形がバケツっぽい感じになってて、結構物入っていいんですけど買わないので、これもおさらばします。これはねファンの方にいただきました。ここはねヘビになっててとても気に入ってます。これも多分使わないので、これもおさらばします。ありがとう。これもね、これめっちゃ使ったな私。これも確かフォーエバーだった気がする。似たようなバッグ多いんですよねマジでブラックのバッグがとりあえず多くて、これも多分もう使わないので、これもおさらばします。ありがとう。あ、なんかすごい私おさらばできてない今日。いいよいいよ、こんな感じかな。ここも結構開けることができましたね。じゃあ続いてこっちの段いきたいと思います。はい、ということで綺麗になりました。じゃじゃーん待って、言っても隙間はないんですけれども、でもだいぶすっきりしました。今まではこのバッグがこう立てかけてある上にさらにバッグを重ねてたりとかしてたので、それが結構一個ずつこう立てて入れられるようになったので、だいぶすっきりしました。で、あとここに入らなかったバッグとかもあったので、それをね全部入れることもできたので、とても良かったんじゃないかなと思います。イエーイ、すっきりした。はい、ということでこんな感じでバッグと靴の断捨離が終わりました。いやー結構スッキリしたかなって思います。特にバッグの方はもうずっと長年断捨離をしてなかったので、結構今見返してみたらもう多分使わないだろうなっていうものがたくさんあって、まあ、やっぱこれ年末っていうので断捨離をする方も多いと思うんですけど、私も今回やれてよかったなっていう風に思います。まあ、このバッグたちはね実家に送ったり、この靴はまあ事務所の方に送ったりっていう感じなんですが、バッグも今ちょっとすごいぐちゃぐちゃに置いちゃってますけど、これもまた後でしっかりと綺麗に入れようと思います。はい、というわけで今回は今までお洋服の断捨離が多かったので、ちょっとバッグとねシューズを断捨離しようと思って動画にしてみました。もうやっちゃった方も多いかもしれないんですけど、もしこれから断捨離するっていう方がいれば頑張りましょう。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。